はい、本日のアウトラインでございます。本日のアウトラインといたしまして、1番、4つに分けております。1つ目、押さえておくべき基本知識というふうなものでございます。そして2つ目、最高裁判決、有名な2つの最高裁判決ですね、長沢と浜京、そして、その後の裁判例の概観というふうなところが、2つ目でございます。そして3つ目、実務対応のポイント、そして4つ目に派遣法改正対応のポイントというふうに進めさせていただきたいというふうに思っております。今ですね、世間では同一労働同一賃金ということで、これを機に賃金体系制度を見直そうとする動きが世間的に非常に強くあります。私のところにもですね、ほぼ毎日のようにこの手当見直した方がいいんでしょうかとかですね、それに伴って就業規則はどういうふうに変えたらいいんでしょうかというふうな相談が来ています。このような動きはですね、全国もつつうらうら非常に多く発生している、労働契約法20条、労基法20条に関する訴訟、いわゆる20条訴訟というものにおいて、同じ手当でもですね、ある裁判例では違法ではない、別の裁判例では違法だというふうに分かれたりですね、あるいはそれどころかもう手当ということではなく事案、同じ事案でも地裁と高裁で判断が分かれたりとしていることから、もう一体今の段階で何をどうすればいいのかというふうな不安、拍車がかかっているものだというふうに思います。そこでですね、今日はまずそもそも同一労働同一賃金と言われているものは何なのかというふうなこと、そして押さえておくべき知識は何なのか、あとはさまざま出ている最高裁判決裁判例を概観して、それらを踏まえた事務対応のポイント、このアウトラインですね、そして派遣法改正対応のポイントを解説していきたいと思います。あと時間があればですね、本日資料としてお付けさせていただきました11月20日11月20日にパワハラ指針案の修正案が出ましたので、これ11月20日ですからね、これ非常にホットなトピックだというふうなことで、この点についても少しお話ができたらなというふうに思っています。指針案、修正指針案については資料としてお付けさせていただいておりますので、ご確認いただければと存じます。はい、ではスライドの3枚目でございます。同一労働同一賃金に関して押さえておくべき知識というふうなことでお話ししたいと思います。よくこんな相談があるんですね。